エフ、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が職を退き、新たに赤犬杯が元帥となった。それに先立ち青木地九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげ T 一が奪い取り、新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後2年後の再集結を仲間に伝えたルフィはデイリーの下で覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。フランキー、お前すげえ体になってんじゃねえか。サリー号も無事だったんだな。そのことについちゃおめえらも知っておくべきことがある。今日まで船が無事だったな。船を守る戦士が一人いたから。2年前俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男バーソロミュークマだ。数日前俺がサニー王にたどり着いた時は目を疑った。待っていた、任務完了だ。サニー王には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことを。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。残りの奴らを探しに行くか。女帝、そこで何をしている。任務を妨害する気か。わらわのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷も全てほしい。何をバカなことを。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。わらわが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならそうよ、わらわが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならばわらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。
はい、総員撤退だ。この島へ運んでくれてありがとう。頼むの二階よ。一刀流大進化エルワンドガン。お前がいなきゃの会社は終わりだ。一緒にくたばろうぜ、ソウルキング。狩りのゾロ、黒足のサンジ、やはり一味全員この島にいます。もはや我々には手に負えません。
仕方ねえ、司令部に電電虫をつなげ。プル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 。こちら戦闘丸、状況を報告する。麦わらの一味によってパシフィスタ全てを深く損傷。もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている。新世界の海軍本部によく伝えとけ。麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ。ベイビー、2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイビー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。どうじゃ。どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。